それではここでチームラボ猪子俊幸代表よりご説明をさせていただきます。猪子様お願いいたします。こんにちは、チームラボの猪子です。本日はありがとうございます。チームラボアートコレクティブとして、2001年の設立以来デジタルテクノロジーを使った作品を、作ってきています。人々と世界の、そして人々と自然の新しい関係を構築したいと思っています。